エリファレット・ブラウン・ジュニアが撮影した田中光偽造。首を押さえ台が見え、長時間露光が伺えるエリファレット・ブラウン・ジュニアはアメリカ合衆国の画家、写真家。日本においては黒船来工事にペリーに随行した写真家として知られている。寄港した琉球や日本で自然や人物をダゲレオタイプで撮影した。このうち人物写真6点が現存している。 ブラウンが撮影した銀版写真は現存する日本最古の写真とされ、日本国内で日本人を撮影した現存最古の写真群である。1816年、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ニューベリーポートに生まれる。若くしてニューヨークに出て商業的な画家となり、肖像画や歴史画、風景画などを手掛けた。弟のジェームズも画家であった。 ダゲレオタイプの技術に触れたのはジェームズが先で、エリ・ハレットは弟からダゲレオタイプ撮影技術を習得した。1852年、マシュー・ペリーの日本遠征に随行。アメリカ合衆国海軍のマスターメイトという身分を与えられた。同様に、ペリー一行に同行した画家には、ビルヘルム・ハイネがいる。1853年5月、琉球王国那覇のアメクセ源原寺で、 地元住民を撮影した記録が残る。ブラウンは、その他下田、函館、横浜などの上陸地で、人物、風景、建築を撮影した。横浜に近い石川里の名主が記した、阿ぼくおさむがせ日記には、1854年4月に、石川里で、ブラウンが写真撮影を行った様子が記されており、写真鏡が描写されている。 箱館には1854年5月17日から6月3日まで滞在し、実行時にスタジオを構えた。ブラウンの撮影した写真をもとに基本画やリトグラフが制作され、ペリー提督日本遠征記に収録された。ペリーの遠征中、ブラウンは400点以上のダゲレオタイプを撮影したと主張しているが、後日の通りほとんどの写真原版は失われ、 現存する写真は6点のみである。ブラウンは帰国後もアメリカ海軍にとどまり、事故の旧作管理を除いて写真や版画の制作から離れた。地中海艦隊帝特秘書などを務めた後1875年に退役、1886年にニューヨークで死去。下田の首脳ブラウンのダゲレオタイプをもとに制作されたリトグラフ。那覇の交換。 ブラウンのダゲレオタイプを元に制作されたリトグラフ・ブラウンがペリーに同行した際に撮影したダゲレオタイプで現存するものは以下の6点のみである。ブラウンが制作したダゲレオタイプはペリー提督日本円世記出版のためいくつかの印刷所に預けられていたが1856年にそのうちの一つデュバル社が火災で消失。また他の会社に預けられたものも紛失したとされる。 日本国内に現存するブラウンのダゲレオタイプ5点は2006年6月9日付で日本の重要文化財に指定された。うち、マサキ藩関係者であるマサキ、遠藤、石塚の写真には添え状が付属しており、いずれも箱立てで撮影されたこと1854年6月1日にペリーから送られたものとする旨が英文で記されている。ペリー側の通訳。 ウィリアムズの日記によれば、手渡しは5月24日とあるが、遠藤、石塚の写真裏にはペリーから送られたものとする趣旨が、漢文で記され、日付は、昨日イトラ5月初0日とあり、横浜美術館では6月1日の手渡しを裏付ける、ものとしている。日本の重要文化財指定の5点のうち、田中光偽造は、クォータープレート、他の4点は、ハーフプレートである。 ありがとうございます。